ホームらし、大気化成再開よ。擁護しない。イアンスホールドは、希望耐えられぬ。自民党の高村正彦副総裁は、7日、党本部で米国のラッセル米国務次官補と、会談し、日本政府が北朝鮮による日本人拉致被害者の、再調査に合わせた大気化成再を、一部緩和したことについて、日本側が、後戻りできないような情報、してしまう心配は全くない、と述べた。北側が核、ミサイル開発問題を、解決しない限り、国連決議による制裁を、解除しない方針を示したものが、高村氏はまた、朝日新聞が誤りを認めたヤンス報道に、関連し、旧日本軍が、20万人の少女を強制連行して性奴隷にしたという事実に反する非業、差別を受けることは耐えられない、と述べ、国際社会に与えた誤解を解くため、丁寧に説明していく考えを示した。